はい、どうも、ケーキのです。今日はですね、ウィニングポスト9、2020続きやっていきましょう。6月の4週からと、9のスペシャル引き継ぎなしでやってます。今週はね、アルバロサ・パールが宝塚。そして、どちらでもかが出走。あとは、マルガイ・パーもですね。はい、新馬戦と。よし、じゃあ、サクサクいきましょうか。まずはどちらでもが出走。4番人気。まあ大体なんかこの辺やね。さあ、丸がいパワー。厳しいね。2着か。さあ、そして、アルボラザパール。人気ない。1番人気はドゥラメンテ、ラブリーデー、そして北さんブラックか。ただね、能力はね、高いじゃないですか。結構ね、やってくると思うんですけどね。まあ3歳で、まあ、どれかやれるか。さあ、これからです。さあ、北さんブラックでラブリーデイか。ラブリーデイが来て、悪くないじゃない。さあ、ラブリーデイには届かないんですが、2着と。いいね。北さんブラックドゥラメンテか。ドゥラメンテ、マリアライトと。まあ、その辺を抑えてね。の2着。これ今後期待できるね。OK。まあ、ラブリーデー強かったですね。まあ、やっぱ新設強いのがね、まあ、上に来てると。さあ、OK。お、エネーブル来た。エネーブルがデビュー。そしてディスコどこまでもが海外ね、出走。まあ、これちょっと厳しいですかね。さあ、アルプラザパールはね、今後は楽しみ。お、どれだ。三冠ザパールね。これはまあ流星イベントの子ですね。流れ星のね。はい、まあこれ走ります。これですね。さあ、それじゃあネクスト。エネイブルがね、まあ、1600、2000、2400。まあ、根幹距離持ちなので、そこでね、使います。距離適正はね、1700から2500やったかな。確かその辺。4コーナーをカーブして、さあ、これからです。エネイブル、先頭。後続とは3馬身以上、さらに突き放します。でどうしますかね。まあ、根幹距離持ちで、まあ、牝馬三冠狙ってもいいですし、あでもやっぱ丁寧に打っていきたいよね。エネイブルは2着はプリケティアルペン。これは桁外れの強さだ。エネイブル、はい、 OK、 勝ちと。まあ繁殖牝馬でね、使いたいんですよね。まあ、楽しみですね。 OK、 勝ち。さあ、そしてジャパンダートダービー、どちらでも出走。まあ、これぼちぼちやってくれるんじゃないかなと。まあ、ネクストでいいでしょ。よし OKOK、 まあ、まだなんか何とも言えないですね。どれがズバ抜けてるかって言われるとね、まあ、アルボラザパールが強いか。お、習い事したい。赤木講習いいんじゃない。行けばいい。オッケー。どうね。よし。絆は、どうしようかな。心肺機能強化の良かったかな。まあ、3歳超大物がね、揃ってるんですが、まあ、アルボラザパールかな。期待できるのは。やっぱこれですかね。それか、ミネルバクラシック。まあ、ミネルバクラシックもね、まあ、悪くはないんですけどね。悪くはないですけどね。どちらでもか。どちらでもどうなんですかね。スピード B か。賢さ E プラス。まあ、ぼちぼちやね。
まあ、CZ 強いのが来なければねえ、まあ、国内、まあ、地方とかのね G1 取れるっていうレベルやね。さあそしてケイキング万能、うん、まあ、まだ分かんないですね。まあまあ実はね東証三成、いや東証三成はなんとも言えん、帰ってきたバラか。うん、まあいいでしょう。とりあえずはい、じゃあネクスト行きましょう。どちらでも日生、そしてエネイブル、あしまった、エネイブル決めてなかったね。まあいいか、使うか。さあそしてマルガイパワー、いや全くね使う必要ねえわ。まあやめてもよかったんですけどね、まあいいでしょう。1600、まあ、1600あたり走っていきたいね。このあと1周休もうかな、1周休んでで行きましょうか。はい、それじゃあネクスト。さあまずは、どちらでも2世、うん、どうかな。はいはいはい、次もね海外登録します。さあそしてエネーブルが出走、うん、まあ大丈夫でしょう。4コーナーをカーブして、さあこれ、まあ、1600、2000、2400でねエネーブル勝てるやつなかなかいないでしょ。2番手手応えはどうか、残り 200m 後続を引き離して、さあここもね勝ちですね。2番手はブレスジャーニー、エネーブル、はい、余裕の走り、エネーブル強い強い、エネーブル圧勝ゴールイン、エネーブル1着、2着はブレスジャーニー、これはものが違う、エネーブル。で今回のねウイニングポストね、まあ、どこまでやるかちょっと迷ってるんですよね。いつもね、まあ、シーズンの期間が終わったらやめるんですよ。でまあもう近づいてきてるじゃないですか、引き継ぎありで、まあ、やっぱ俺ねこのシーズンの期間が好きなんですよね。で引き継ぎありで、まあ、最初から始める、まあ、それもいいっすよね。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、マルガイパワー先頭、差はほとんどありません。さあどうだ、残り 100m、 2番手はいい走り、マルガイパワー、 OK 勝ちと、マルガイパワー、マルガイパワー1着、2着はパレルモーション、これは桁外れの強さだ、マルガイパワーで私立で所有するのはね、繁殖牝馬のみみたいな感じでね、まあやってもいいですし、まあちょっと今ね考え中です、どうしようかなっていうのね。はい OK。 あとあの海外のさ洋服を購入するってやつあるじゃないですか、あれでねあの買いたやつまだいるんですよ、いるんですが、まあその時にさ今回引き継ぎなしやってるので、まあお守りが足りなかったりとかもねあったので、まあその辺もちょっと使ってみたいなっていうのとね、帰ってきた場合キングザマイル、そしてキングザアカツキか、 OK、 騎手は完璧ですね。あ、セール行きましょう。バラ一族は一応残すか。ロゼカラゴールド最高やね。あー、キングザパールもいいね。ただ、マルガイ3億も結構いいっすよね。あとは、いや、結構、これもまた、超物いますね。3頭 ?4 頭か。さあ、どうすかね。あー、ラノーファンタジー欲しいな。あー、この辺は買いましょうか。ねえ、買いましょうよ。もうこの時代か。よし、はい。行きましょう。買う。おっと結構上がったね、一発購入ね、結構上がりましたね、16億。まあラノンファンタジー買います。あ一応はい、まあこの辺はもう最近の話なんでね、まあ OK ですかね。
これも結構いくんじゃない。来るね、ビシッビシ来るね。まあ、節約したい方はね、しっかりね、一発購入は使わず、まあ、ちょっとずつ上げていってくださいね。はい、さあ買いましょうか。まあ、金使ってもいいよね。やめとく。まあ、ここ競りに参加せずね、まあ、戻って、でそのお守りを使ってね、お守りを使って例えばね、これで、まあ、購入、まあ、こんな感じで買ってもいいですしね。これだったらまあ3億2000万で買える。はい、まあ行きましょうか。さあネクスト、キングズ暁やね、2番人気初ですね、初海外。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあグッと来てますね。リードは1馬身から2馬身、残り 200m。 まあこいつは能力が高いですからね、まあこの辺は問題なく勝てると。楽しみですね。そうやね、ダートか誰クラスか、見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力、アメリカンファラオか、してくれました。それとももっと前で言うとシガーか、ダートザパールとフランケルの子ね。はい、勝ちと、今後は楽しみ。そしてキングザマイル、こいつはねやるときやってくれますから。あー惜しいね、3着。さあそして帰ってきたバラが出走。まあここは無理やろ、レベル高いからね。暁期待できるな、ダート楽しみやね。さあレースなしか、まあじゃあサクッと飛ばして、さあディスコどこまでもが出走、まあ取りやすいレースですけどね、まあ、頑張ってほしい。うん、まあ、ネクストでいいですか。はい、2着と。もうちょいね、スピードあればな。リスコどこまでもね。まあ、海外の薄いところだったら、無双できるんですけどね。さあ、暁が出走。そして、キングザマイル。どちらでも2世。ロゼカラーマイル。ロゼカラーマイルは、フランケルですよね。あ、そう、俺、フランケル、つけまくったからね。まあ、クラブも、まあ、ちょこちょこやっていきたいですからね。金は節約しつつやりたいんですよね。8億持ってます、これクラブね。そうはね、まあ、絶対いるところをまずはちょこちょこ立てていきたいよね。よし、ん、もうなかったっけ。8月の4週、いいね。はい、じゃあネックスで、暁ここもね1番人気。あとはね、こっからはね、まあ、アーモンドアイと戦いたいなっていうくらいですかね。まあ、サートルナリアとかね、まあ、その辺と戦うのもいいんですが、さあ暁勝ちと。赤月はね、ケンタッキーダービー狙ってますよ。もちろんこいつは狙うやろ。まあ牝馬なので、まあ、そこじゃなくてもいいんですけどね。いやどうすかな、ちょっと迷うね。取りやすい三冠、キングザマイル、よしやるんすよ。キングザマイルはちょこちょこやってくれるのがいいね。厳しいね。さあロゼカラマイルが出走。ここはねもうゴリッゴリに売れてます。一番人気トリプルティアラ、
どうすっかな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロゼカラーマイル先頭、2馬身から3馬身、いやでも赤土が結構やれますからね。残り 200m を通過して後続を引き離しにかかります。2番手はバイネル・タウソン、ロゼカラーマイル、この馬で決まりか。さあロゼカラーマイル勝ちと、ローリン、ロゼカラーマイル1着、2着はバイネル・タウソン、これはものが違う。ロゼカラーマイル、ロゼカラーマイルはまあこれはマイル3冠ですね。狙いに行きましょう。これも海外行きます。よし、 OK。 さあ楽しみなやつがねポツポツ出てきましたね。マルガイパワー、そしてケーキング万能、久しぶりやね。OK、 なんだかんだやってくれてるキングザマイル。次もあこんな感じでね登録してます。はい、あ距離適正なぶった、ちょっと確認しよう、まあ、それにもよりますしね。暁1300から2300か、2300か。あ、そうか、今休んだよね。そうやね。いや、使いやすいな使いやすいですよね。まあ、やっぱりね、このまあ暁、まあ、イベントねとか、流星のイベントとかはね、まあ能力がある程度保証されてるとかいいですね。そう決まってるんですよ、スピード何以上とか、そのパワーが何以上みたいな、まあそういうの使いやすいですね。さあロゼカラーマイルか、 OK、 ここはじゃあネクストで。ロゼカラーマイルも、まあ、すぐ海外持っていきたいよね。うん、万能馬ぼちぼちなんですけどね、やっぱちょっとね能力が足んないと。マルガイパワー、アルボッパネが、デビュー決まったと。まあ焦る必要はないっすね、遅めね。まあゆっくりいいんじゃないですか、デビューは。早める、いや早める必要ないっすね。リスコどこまでも出走 OK。さあそして9月に入ったアルボッパね、今2歳がロゼカラーマイル、ロゼカラーマイルがまあいるので、そうやね、アルボッパねはまあ早める必要ないかな。11月1週くらいでいいですね。乗せるのはね、ちょっとこれ変えたいんですよね。この辺やっぱ上げていきたいですよね、順番に。どうすっかな、アルボッパネ、アルボラの、アパパネの子です。アルボラパネ、うん、そういう感じだねさあ、オッケーやね。よし、じゃあネクストでいいかな。いや違う、9月に入ったので使っていきたい、結構持ってるんですよね。ただこっちも一つか、じゃあ先に一つ使ってスピードです。もうぐんぐん伸ばしていこう。でさらに、まあ順番にね使っていくと、スピードを伸ばしていきます。あともう一頭くらいなんかおったかな、使いたくなるようなやつ、ま
キングビューティーね。あー、ダルタヤもいいっすね。やっぱキングビューティー強えな。ディスコ流れ星か。これもそうやろ。ね、ディスコ流れ星っすね。あの、上ですね。上にも出てますね。ディスコ流れ星。うん、安定してますね。よし、じゃあとりあえず1個はでも絆ね、残しておきます。ディスコどこまでも5着と。さあ、暁戻ってきましたね。アルボラザパールとアルボラワンダが激突。 OK。 そしてエネーブル出走、これはもうぶつけました。はい、ね、暁、まあ、これが2300で、ちょっと見とこうかな。そうやね、その2300が何かっていうとね、ちょっとまだ先なんですが、ここ三冠取るにはここ取らないといけないんですよ。でこれが2400でプラス100って、走れる馬とさ、もうほんと100になった瞬間もう全然、もうなんていうかな、もう能力発揮できないやつといるじゃないですか。まあそれなら、まあトリプルティアラなら走れるんですよね。あの牝馬のね、ダートのレースです。それだったらこの距離適正で十分なので、まあちょっとね、また考えます。はい、OK かな。ネクスト。さあ、海外のレースですね。アルボラザッパール1番人気、アルボラワンダー2番人気と、まあ、そこそこやってくれる、取るやろ、どっちかが。あー、厳しいか。しかしその差は全然やね。先頭は変わってツーリスト。いやー、全然やな、これ。ツーリスト、この馬で決まりか。先頭はツーリスト、一着で三四。ツーリスト、一着、二着はプーテナに勝ったのはツーリスト、見事な勝利です。三着四着ね。仲良く並んで。さあ、そしてエネイブルが出走、一番人気。これ大丈夫でしょ。前はサービスサメルカ、マダムアティカ。どう。差がありません。よし、来た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 。エネイブル先頭、外から。さあ、ただ大丈夫かこれ。先頭、あと200メートル、クレバーペルセポリス。いやー、なんとも言えんか。粘ってくれよ、エネイブル。エネイブル、エネイブルは2着と。先頭だ、クレバーペルセポリス。クレバーペルセポリス、1着、2着にはどうやらエネイブル、勝ったのはクレバーペルセポリス、見事な勝利です。さあ、初戦は2着。まあここからね、しっかり取ってくれる。 OK。 さあ、9月3週はレースなしで、9月4週ミネルバクラシックか、出走だけか。ミネルバクラシックはね、この後まあ菊花賞はね行かないので、このあとね天皇賞、いやー厳しいな、天皇賞厳しいな。ただまあやっぱ3歳で挑戦するっていうの俺好きなんでね、行ってみようか。はい、それじゃあネクストで、とりあえず行ってみましょう。ミネルバクラシック出走、 OK。 でここは絆を使いたいですね。ビューティーか、キングビューティー、 OK、 キングビューティーに使っていきましょう。はい、よし、それじゃあネクスト。さあ、まずはじゃね、ミネルバクラシック、今週はミネルバクラシック、これだけね、レースは。サトンダイヤモンドがいます。まあ
やれるやろ。4コーナーをカーブして、さあここ勝って天皇賞行こう。先頭差はほとんどありません。いいですね、グッドね、来てますね。レアスピネル先頭、あと 200m。 さあここは勝ち、ここは勝ちましたね。2番手は里のダイヤモンド、ミネルバクラシック。さあ勝ちと、ここまで決まりか。ミネルバクラシック、ミネルバクラシック1着、2着にはどうやら里のダイヤモンド、これが G1 バナ、ミネルバクラシック。うん、いいね、安定してますね。さあ勝利 OK、 いきません。さあデビュー決まったのはキング刀ね。まあそうやね、聖剣デュランダル、みたいな感じになってほしいね。そしてロゼからスプーンか。そうやね、ちょっと機種は変えたいね。あと1200か、もうちょい長くていいな、デビュー。さあいろいろ出走ですね。アルボラワンダ、ケイキング万能、どちらでも2世、マルガイパワーは、機種を変えたい。じゃあ OK、 セールはね、いかないです。まずは刀か、スプーンか。あとスプーンね、スプーンはね、12月の2週か、まあ、1600くらいでいきましょうよ。1600で機種はね、ダートか。機種どうすっかな、機種ね。そうやね、ロゼカナスプーン、そしてキング刀か。アルボラ三冠とキングザパールの子、スピードは期待できる。12月の4週でいい。別にそこでいいっすね。ちょっと早める、気持ち短いところ行こうか。1200行きましょうか。で機種はね、まあ、かぶんないところやっぱ使っていきたいですよね。ルメール行く、はい、これでいきましょうか。じゃあネクストではなく、なくよ。ちょっとこっちね、使います。さあ今回はこの週までにしようかな。10月1週、じゃあネクスト。さあアルボラワンダーが出走、3番人気2着、ケイキング万能が出走、あとはどちらでも2世。おお、2着ね、あやるやん。厳しいんだよなこれ。きつい、きついね。パワー全くパワー感じるな。さあキングザ暁、騎手は完璧、帰ってきたバラ、どちらでも当初3世。はい、ということで今回はここで終わりたいなと思います。またね、ローテーションとか決めておきます。ご視聴ありがとうございました。